コカ・コーラ・ウエスト・南九州、コカ・コーラ・ボトリング・南九州、コカ・コーラ・ボトリング株式会社はかつて存在した、九州中、南部を担当していた、コカ・コーラのボトラーである。法人としては、現在のコカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパン・ホールディングス、事業体としては、現在のコカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパンにあたる。本社は、熊本県、熊本市南区にあった。福岡県、佐賀県、 長崎県などを受け持っていたコカ・コーラ・ウエストと資本提携していたが2012年11月にコカ・コーラ・ウエストが南九州 CCBC を完全子会社化することの検討に入り2013年4月1日をもって同社の完全子会社となった2014年1月1日コカ・コーラ・ウエストに九州合併沖縄県は 沖縄コカ・コーラ・ボトリングが担当する。エビの工場2004年から2010年までは関連会社、白州ヘルス飲料が運営していた。2010年に南九州コカ・コーラ・プロダクツを設立し、かコカ・コーラ・ウエストへの統合後は、コカ・コーラ・ウエスト・プロダクツに九州合併された。コカ・コーラ・ウエスト株式会社による南九州。 コカ・コーラボトリング株式会社の完全子会社化に向けた協議、検討開始に関するお知らせ。コカ・コーラウエスト株式会社による南九州、コカ・コーラボトリング株式会社の株式交換による完全子会社化に関するお知らせ当社グループの製造会社間の合併に関するお知らせ。ありがとうございます。